今回はもう全部大田市の土を使ってやろうと思って、大田市の土だけでやってます、ね、土って言ったら黒いでしょうみたいなイメージなんですけど、意外と大田の土っていうのは明るい黄色で、みんなが見てる土って完全な乾燥をしているものじゃなくて少し湿ってたりするので色がやや濃いんですけど、同じ黄色っぽい土でも伸びがいいやつとか、あとこう乾きが早いやつ遅いやつみたいな感じで、同じ色相なんだけれどもそれでかき分けをするっていうことをしながら描いてったので、結構いつもとは違う、そこも含めて絵になったなと思います。この絵は、最後は、水で吹き消されて消えて元の土に帰るというか消えてしまいます。それはなぜですか？いやー、まあ、話すと長い話ですけれども、結局その、館内ぐるっとできるだけいろんなところにこのできたばっかりの、建物をみんなの手でこうマッサージしていくっていうか、普段こう歩くだけのところをいっぱいこう触っていけたらいいなと思ってるので、まあ、短い時間ですけれどもよろしくお願いします。100本用意してます。1人余裕で5本は使い切って平気なので、はい、これ1本はもう当然すぐ使い切って平気です。この切れ方をで、ちょっと小さい子だとなかなか切れないときは大人の人が補助してあげてください。ちょっとここのフェルト部分はすぐバーって剥がれるんですけど、
ってほら、芋掘る、芋掘るみたいに芸術工作なのなるわけ、うん、で、こう丸めてしまって構いません。どんどん塊にしてください。どんどん。愚痴作れるから。みんな行った時にあった場所あったよ。なぜですか？いやー、まあ、話すと長い話ですけれども、結局その、物を作るっていうことが、イコール残るっていうことにすごくなりすぎてるっていうのが、僕はずっと気になっていて、僕はとにかく作るのが早いので、作る喜びっていうのはすごい大事なものだと思ってるんですけど、もったいないから残すっていうふうに物が残っていくのが果たして本当に幸せなのかなっていうことを考えると、物ってやっぱり残るべきものが残るはずなのに、とりあえず残そうとかもったいないから残そうとかっていう判断で残されていくものっていいのかなって。で、そのためにはそれをまあ考えるためには頭で考えて分かることではなくて、やってみるしかないんですよ。で、本当に消したくない、本当に一番いいものを作って消すことで得られるものっていうのが、それは何って言われてもこうパッと一言では答えられないんですけれども、確かにあって、手応えとして消す、いいものを作って消すっていうことでしか表現できないものがすごくあるなとは思います。消してもいいじゃないっていうものを作っても意味がなくて、本当に消したくないっていうものを僕を含めていろんな人がそう思ってもらえれば幸せだし、逆に言うとそれはすごい贅沢なことで、今しか見れないもの、まあでも両方じゃないですかね。消すことが一番いいわけじゃないし、残すこともいいわけでもないし、両方をなんかやることが大事だなとは。前に集合して集合したんですけど、